ネルのみせしること石川りえとマネージャーの牧野小由美と千代子ちゃんねのちゅうにです。よろしくお願いします。本日は、はい、ファミコンスクラッチ始まるってよ。イエーイ、始まるってよ。そういうわけでね、スクラッチ鍵やります。お待たせしました。お待たせしました。まずはこのね、スクラッチとは何ぞやという話なんですけど、そうですね、どんなものですか。あなただけができるガチャみたいなものですね。当たりが出ればそれをもらえるよって話なんですけども、まずその当たり内容をね、説明していきたいと思います。はい、まず1等から4等までございます。はい、まず1等、動画です。動画、ファミコンに入っているファミコンでスクラッチをやってくれた方だけがもらえる当たる動画。こんなシーンがね、入ってるかもしれませんよ。これは3種類3種類ございますね。ぜひぜひ見てください。2等、はい、ボイス、ボイスでございます。あれ、この前回の動画でありましたけどね。ありましたね。いや、よかった、すごいよかったね。あ、ね、生き生きすぎるし、そうだよね。ワイワイコメントでね、チューニーよくやったチューニーって言われてた俺、味噌汁をありがとうみたいなそういうこと言ってほしい、言ってほしい、もう先に言っとくみたいな、はい、はい、そして3等がですね、うん、3等でいいのかって感じなんですけども、うん、3位の画像になっております。3位の画像、はい、いいですね。こちらですね。え、石川りえさんのサインって初めて、まだ出してない。そうじゃん。え、それ超貴重じゃない。確かに貴重じゃん。出してない、初めて。なんか半分ぐらい味噌汁入ってるみたいなえ、まだね、考えてもないんだよ。あ、マジ、まあ、この時点ではね。どうしよう、それめっちゃ嬉しいじゃん。頑張って考えてもらって、いいと思います。そして、まあ、4等、これはね、一応ハズレっていう位置づけではないんですけども、はいはい、画像ですね。ただファミコンにしか上げてない画像なんです。そうだよね。このスクラッチでのみ手に入る画像を、うんうん、はいはい、スクラッチで手に入れることができます。おー、すごいですね。結構盛りだくさんですね。おー、これチューニーちゃんとこも同じくね。もちろん。そうだね、白黒さんの秘密やの方でもね、やっと覚えたか、お前らやっと覚えたか。ハリーポッターっぽいんだよね。確かに、そうそう、ハリーポッターも、そうそう、スカベリーポッターもかけてる。秘密の部屋目、ハリーポッターの秘密の部屋。なるほどね。全然部屋のイメージがすごく強い。どこのイメージだよ。出して怖い。なんかね、そんなスクラッチですね、こちらですけど、毎月お中身を変えつつ行きたいと思ってます。中身変えるってことは、この4月1日から出たスクラッチは5月からは引けない。もう引けないんですよ、4月限定で。私の画像になるわけですね。そうだよ、やばいね、やばいね。しかもそれいっぱい取るじゃない、いっぱい取ってもらってもう使えないんだ。それは使えないの、やばいね。使えないのよ。使えないんだ。そうだよ、それがファンクラブってもんなんだ。すごいねすごいね。はい、そんな感じでやりたいかなと思ってるんですけど、みんなにゲットしてほしいね。はい、そして、うん、まあね、毎月やってるもんで、やっぱいつも私服だとつまんないと思うんですよ。つまんない思うんで、うん、私全面プロデュースのもと毎月コスプレできます。毎月です。なるほど、なるほど、ちゃんとね。やべえ、小読みのコスプレはやべえぞ。小読みのコスプレは布が少ないけど。いやいやいや、違う布が少ないし、メイド服バーだと思う。エッチだよこれは。すごくない、パンツ下げてるよ。しかもね、何がすごいって、ここからここまでが長いもん。そうなのまあね、あの、まあ、可愛らしかったりとか、まあね、あのちょっとかっこいいとか、まあ綺麗めだったりとか、まあお二人似合うようなものをね、私がちょっと厳選して持ってきたりとかしたいなと思ってますので。いい、ね、季節のね、そうですね、合わせて、はい、もう任せてください。あ、いや、もう毎回毎回ウェディングドレスにしよう。毎回ウェディングドレスやってんな、新調厳選しごめん、まあ、そんな感じでやっていきたいと思っておりますけれども、はい、まあもっとね、いっぱい入ってほしいなっていうのもやっぱありますね、ファンクラブの方にありますので、はい、アプリ決済の方もね、解禁ということで。すごい言われてたんですよ、あ、本当に決済ね。すいません、お待たせしました。ちょっとね、いろいろ手続きとかもいろいろありまして、うん、あのちょっと今後遅くなってしまったんですけれども、まあちょっと今日からね、ちょっとアプリでしかできないよって人もね、入れますので、そうだね、ぜひよろしくお願いします。お願いします。さあ、それではですね、本日の動画はここまでなんですが、ここからはですね、はい、私のね、撮影風景などをお届けできればと思うので、そちらの動画をご覧ください。どうぞ。
1部屋しかないもういいよじゃあ1部屋でいいんだ、ね、最初は1部屋、はい、1部屋で、はい、1部屋なんでだろう、私最初1部屋って記憶してからずっとさもう1部屋だってだってどこで記憶をしたんだお前はいつから1部屋だと思っていた。あ、ね、1日目ってね、ちょっとね、あの五感が強いんですよ。そうだ、五感パワーが強いよ。秘密の部屋よりも、あ、秘密部屋よりも、1日目の方が。インプット誰もしてないからね。あなたに誰もインプットしてない。勝手にね。勝手に。自分でいつか行ったから。そうそうそう。半年はね。じゃあアウトプットだよ。初めてアウトプットされたわ、それを。